アドビ a フラッシュプロフェッショナル CS6 のスタートアップスクリーンについてご説明します。ご覧の画面はフラッシュプロフェッショナルを起動した直後の状態です。こちらがスタートアップスクリーンです。スタートアップスクリーンを利用することで効率的にドキュメントの作成を始めることができます。テンプレートから作成の一覧には a i r for a n d r o i d アドバタイズメント、広告、アニメーションといったテンプレートがありますこれらを利用すると目的とする制作物に応じてドキュメントをすぐに作り始めることができます Air for Android をクリックしてみましょうテンプレートから新規作成ダイアログボックスが開きましたテンプレートのタブが開き Air for Android が選択されています アンドロイドではアンドロイドの搭載されたデバイスをターゲットに最適化された Air ア,アプリケーションを作成するのに適した設定が行われています例えばこちらのフリック操作を選んでみましょう OK をクリックしますするとこのようにすでにステージ上にサンプルのオブジェクトが配置された状態で新しいドキュメントの作成が開始できるようになりました アンドロイドのデバイスに適したステージサイズで設定されているだけでなくターゲットも設定されていますアクションスクリプトを確認しますこのようにクラスのインポートやメソッドの設定なども行われていますデバッグを行ってみましょうデバッグムービーをデバッグエアーデバッグランチャーモバイルを使用 と進めますデバイスでのプレビューとともにシミュレーターも表示されましたこのようにすでに Android のデバイスをターゲットとしたテンプレートを利用して作成が開始できるようになっていることがわかりますファイル新規と進めますすると再びテンプレートから新規作成ダイアログボックスが開きました 今確認した Air for Android の他にもアドバタイズメント・広告・アニメーション・サンプルファイルなどのカテゴリがありそれぞれのカテゴリ内には複数のテンプレートが用意されていますキャンセルをクリックして閉じます先ほど準備したドキュメントも閉じますすると再びスタートアップスクリーンが開きました テンプレートから作成の下には最近使用したファイルを開くがありますファイル名をクリックして直接ファイルを開くことができます中央の列には新規作成の一覧がありますさまざまな種類のドキュメントを作り始めることができます通常はこちらのアクションスクリプト3.0を利用するでしょうこれは、 スクリプトとしてアクションスクリプト3.0を用いるドキュメントの形式ですただしアクションスクリプト3.0を選んだからといってコーディング作業を行うための新規ドキュメントが開くわけではありませんこのようにステージやタイムラインが表示される一般的なワークスペースが開きますフラッシュプロフェッショナルではアクションスクリプトを用いて ユーザーがコーディングを行うかどうかに関わらずアクションスクリプトのバージョンを選択しますプロパティパネルのスクリプトのリストでアクションスクリプト3.0が選ばれた状態で制作を開始しますコーディングを行うためにアクションパネルを開くとこのようにアクションスクリプト3.0を用いてコーディングを行えるようになっています現在のフラッシュコンテンツでは アクションスクリプト3.0を用いるのが一般的ですこちらのアクションスクリプト2.0を選ぶと以前のバージョンのアクションスクリプト2.0を用いる状態で新規のドキュメントが開きますプロパティパネルのスクリプトのリストでアクションスクリプト2.0が選択されていますアクションパネルを開くとこのようにアクションスクリプト1.0 あるいは二点ゼロを用いてコーディングを行えるようになっています。さらにエアをターゲットとした新規作成の項目がいくつかあります。エアはデスクトップをターゲットとしたエアアプリケーションを開発する際に選択します。エアフォー Android は Android のデバイスをターゲットとした Air ア,アプリケーションを開発する際に選択します Air for iOS は iOS のデバイスをターゲットとした Air ア,アプリケーションを開発する際に選択しますアクションスクリプトファイルは AS ファイルを作成するために使用しますコーディングに適した画面が開いてすぐにアクションスクリプトによる記述を行うことができます フラッシュ JavaScript ファイルはオーサリング環境でアクションを実行するスクリプトを作成するために使用します。コーディングに適した画面が開いて、フラッシュ JavaScriptAPI を使ったプログラムが記述できます。フラッシュプロジェクトを選ぶと、フラッシュのプロジェクトを開始するためにプロジェクトパネルが開き、新規プロジェクトを作成ダイアログボックスが開きます。 アクションスクリプト3.0クラスでは、アクションスクリプト3.0のクラスファイルを作成するための画面が開き、クラスの記述が始められるようになっています。アクションスクリプト3.0インターフェースでは、アクションスクリプト3.0のインターフェースを定義するファイルを作成するための画面が開き、メソッドの記述が始められるようになっています。 なお、こちらの次回から表示しないにチェックを入れると次に新規で作成を開始する際にはスタートアップスクリーンが表示されなくなりますその場合は環境設定のダイアログボックスから一般カテゴリーを選び起動時のメニューでスタートアップスクリーンを選ぶと再び表示させることができます以上、Adobe Flash Professional CS6 の スタートアップスクリーンについてご説明しました。